ところに、ずんだもんちゃんという女の子が、お母さんと二人きりで暮らしていました。しかし、ずんだもんちゃんのお母さんは、重い病気でした。ずんだもんちゃんは、病気のお母さんのために、何かしてあげたいと思いました。お母さん、何か食べたいものはないのだ。そうね。牛の焼肉がお腹いっぱい食べたいわね。それを聞いたずんだもんちゃんは、早速牧場へ向かいました。牧場では大きな牛さんが、のんびりと草を食べていました。ずんだもんちゃんは、この牛さんをお肉にして、お母さんの元へ届けようと思いました。そうしたらお母さんはきっと喜んでくれる。元気になってくれる。そう思ったのです。しかし、ずんだもんちゃんが銃を構えた、その時、大きな牛さんの陰から、もう一匹、小さな子供の牛さんが顔を出したのです。そして、黒い瞳で、じっとずんだもんちゃんを見つめてきたのです。もう、もう。お母さんを殺さないで。ずんだもんちゃんには、子供の牛さんが、そう言っているように聞こえました。僕にとって、僕のお母さんが大切な人であるように。この子牛にとっては、お母さん牛が大切な存在なのだ。ずんだもんちゃんは、牛の親子に感情移入してしまいました。するとどうでしょう？ずんだもんちゃんは、銃を撃てなくなってしまったのです。ダメなのだ。感情移入したら、殺せなくなるのだ。こいつらはただの家畜なのだ。食材なのだ。牛なんかより、人間の僕のお母さんの方が、ずっと大切なのだ。病気のお母さんに、牛のお肉を届けて、元気になってもらうのだ。ずんだもんちゃんは、再び銃を構えました。生き物なんて、今まで何匹も殺してきたのだ。食べたり、踏んづけたり、手で潰したり。それはこれからも同じなのだ。生き物を殺すたびに、悲しんでなんて、いられないのだ。こいつも、昨日食べた枝豆のスープも、同じなのだ。何も変わらないのだ。お母さんのために殺すのだ。もう、もう。お願い、ずんだもんちゃん。あなたにとってはただの食材でも、私にとっては、世界で一匹の大切なお母さんなの。お願い、殺さないで、ずんだもんちゃん。私のお母さんを、助けて。うぐ、ぐぐぐ。ずんだもんちゃんは結局、牛さんを撃つことができませんでした。そして、手ぶらでお家に帰り、お母さんに、ごめんなさいと、謝りました。そして今日あったことを、すべて話しました。するとお母さんはにっこりと笑って、ずんだもんちゃんを抱きしめてくれました。優しい子、いい子ね。ずんだもんちゃん、覚えていて。この世界で一番価値があることは、お金や権力を持っていることじゃないの。自分以外の誰かの悲しみに共感して、優しくしてあげられることなのよ。それができるあなたのことを、私は誇りに思います。お母さん、大好きなのだ。そうして、ずんだもんちゃんは、お母さんの温かな腕に抱かれて、すやすやと眠ったのでした。そして次の朝、ずんだもんちゃんが目覚めた時、お母さんは死んでしまっていました。ずんだもんちゃんは、今までで一番、悲しい気持ちになりました。